心理法人会会員の茶和田と申します。今日は南アルプス市倫理法人会経営者モーニングセミナーにお招きいただきまして誠にありがとうございます。甲府南の会員の方々もですね、参加していただきまして、心強い限りです。私はですね、1975年に医師免許証をいただいてですね、以来ずっとですね、医療バタワーに歩んでまいりました。ところがですね、このあることがですね、きっかけで、その2つの出来事がきっかけでですね、その人生をですね、この医療以外の側面からですね、もっと深く見つめ直したいと、そういうふうに思ったんですね。そして一方でですね、甲府南倫理法人会の網野会長副会長ご夫妻とはですね、以前から懇意にさせていただいておりまして、そのご縁で昨年の10月に入会させていただきました。そしてですね、この万人幸福の塩をいただいたんですね。そうしますとですね、この内容とですね、私がですね、10年以上かけてですね、リサーチしたことがですね、重なるんですね。そこで今日はですね、早く失福、日々、日々、新生万事、運命、自称などなどですね、と関連してですね、私がそのリサーチしたことをですね、人類に共通する原則と法則ということでですね、皆さん方とシェアさせていただきたいと思います。さて、まずですね、私がですね、この私のですね、この、ウェイクアップコールですね、いわゆるウェイクアップコールになった出来事っていうのがですね、なんといってもこの2011年3月11日のですね、東日本大震災なんですね。で、この時ですね、私はですね、とても人ごとには思えなかったんですね。つまり私自身が被災したと、被災したというよりもですね、もう危うくですね、命をですね、絶たれかけたと、そんな感覚があったんですね。で、それから、いろんなものを読み、リサーチしてですね、そして、このですね、生死一如という仏教の教えをですね、学びました。これはですね、私たちは生まれ落ちた瞬間からですね、死を背負って生きているという考え方のですね、教えなんですね。しかしですね、この中にですね、実は156ページに、丸山敏夫先生もですね、生死は元一如であるというふうに書かれています。で、2つ目の出来事がですね、ある方の看取りなんですね。私たち両者にとってはですね、看取りっていうのは日常なんですけども、その方のですね、看取りは私にとって特別でした。私はですね、2002年の3月に大学病院を辞めました。その時、お一人だけですね、とても、気がかりというか気になる方がいらっしゃいました。それからほぼ10年経ったですね、2012年の2月に、大学病院のですね、ある看護師長さんから電話があったんですね。江戸市民病院ですよ。ある入院患者さんの心がすさんで、スタッフに対する暴言がひどいと。で、あまりの暴言のひどさに、仕事を辞めたいというスタッフが出てきて、とても困っていると。で、その方が暴言を吐く一方でですね、私の名前をですね、この独り言のようにつぶやいているのを何人ものスタッフが聞いてますというわけですよね。で、驚いてですね、お名前聞いたらですね、なんと私がですね、一番気がかりであったこの T さんというですね、糖尿病で全盲の方だということが分かりました。できることはやってみましょうということで、直近のですね、休みの日を伝えたんですね。で、その方はですね、それを遡って約20年ぐらい前に県立中央病院から紹介があった方なんです。で、それ以来ですね、私が辞めるまでずっと担当させていただいておりました。で、紹介時点でもうすでに全盲状態です。中途失明なんですね。ですから、将来を嘱望されていた職場を辞めてですね、鍼灸師になるんです。ところがですね、この鍼灸師になる、自立できる直前にですね、奥さんが当時小学校3年生の息子さんを連れて家を出て行ってしまったんですね。で、 T さんはですね、要は俺を裏切ったと、男と一緒に逃げたと言ってましたけども、真偽のことは定かではありません。いずれにしてもこの親子はですね、離れ離れに暮らすことになったんですね。で、この息子さんがですね、実はですね、後に東大を出てですね、東大の大学院を出るというとても優秀なお子さんだったそうです。で、T さんはですね、奥さんと息子さんのことで、2、3回電話をしたことがあると、電話で話をしたことがあるけど、面と向
集したことはその後一切ないと、そういうふうに言ってました。ただですね、いつもですね、奥さんに対する恨みたらめのですね、感情をですね、前面に出してた方なんですね。で、私がですね、辞めてから8年ぐらい経って、この方にですね、癌が見つかったんですね。癌が見つかりましてね。それ1年ぐらい経ってからですね、腹痛をきっかけに治療を受ける決心をしてですね、大学病院に入院したのがですね、11年の秋口なんです。ところがですね、1回目のその化学療法の時にですね、無下流球症という白血球がですね、極端に下がってしまう、そういう副作用が出てしまいまして、以降治療を断念するんですね。そうするとですね、癌が進展してですね、腹水、胸水溜めて全身状態が悪くなりつれて、心がすさみ始めて、暴言が始まり、年が明けてですね、それがエスカレートしてですね、2月に私に電話が来たと、こういうことなんですね。で、担当のドクターからですね、その胸水、腹水がかなり溜まってて、予後としては、せいぜい2ヶ月ではないかと、そういう話を聞いてですね、お部屋に入りました。で、話を聞き始めたんですけども、もう自分の人生いかに惨めか、そして奥さんに対する恨みちゃんがもうずっと展開されるわけですね。で、私がですね、口を差し挟む余地はまるでなかったんです。で、1時間ぐらいずっと聞いてました。もう今日はもう聞こうと徹しようということでずっと聞いてましたけども、そしたらですね、もう1時間ぐらい経ったところで本人も多分話し疲れたと思うんですが、途切れたんですね。で、途切れたんでものですから、私もですね、じゃあ、キーさん、今日はこれで帰りますというふうに言ってですね、私の率直な感想をですね、伝えたんですね。どんなにその辛い人生であったとしても、今日まで生きてこれたことは確かなことではないですかと。それは奥さんのおかげがあったからだとは思いませんかと。もしそういうふうに思うんであれば、奥さんに感謝してるっていうメッセージを息子さんに伝えることの方が父親としての望ましい態度ではないでしょうかと。そういうふうな形、そんなふうに言ったと思います。はっきり覚えてませんけども。そしてですね、1週間後にですね、ほぼ同じ時間に病室訪ねたんですけども、病室入る前にですね、ナースステーションの前でちょっと立っていたらですね、私を見つけた看護師さんが寄ってきて、先生、T さん、翌日から全く別人になりましたと。鬼がお釈迦様になりましたっていうふうに言ってるわけですね。私も驚いて病院に入って聞いたらですね、先生帰った後、私は自分の人生をよく振り返ってみましたと。そしたら、女房がいなければ私はもうとっくの昔に死んでたと、そのことに気がつきましたと。だから今では女房に、奥さんにですね、とても感謝してますって言ってくれたんですね。もうその頃か、それからもう暴言してありませんのでね、まあ、6日前からなかったということなんですけども、それで一件落着だと思ってたらですね、今度はですね、約2週間後にですね、担当の先生から私に電話があったんですよ。 T さんがそちらの病院へ転院を希望してますというわけですね。で、私これは驚きましたけど、同時にその瞬間にですね、その T さんの意図を察したんですね。で、当院の、スタッフに事情を話して、そして了解を取ってですね、お引き受けしますっていう電話をすぐに返しました。そしてその週の木曜日にですね、T さんが転院してきてくれたんですけども、到着直後にですね、奥さんにお会いになりたいですかって聞いたんですよ。そしたらですね、会いたいっていうふうに、その質問を待ってたかのごとくにですね、即答してくれましたんで、私はその旨をですね、息子さんに伝えました。そしたら中1日置いてですね、土曜日のですね、1時頃、奥さんが息子さんと一緒に、面会に来てくれたんですね。5時半頃までお部屋で3人でですね、お話しされてたと思います。実はその親子3人が一堂に会するというのはですね、この20年近くにして初めてのことだったんですね。で、私はですね、6時頃に病室に寄ってですね、 T さんどうでしたかって聞いたんですけども、 T さんは無言でしたけども、その首をですね、縦にこう振るように、でいかにもね、満足げな表情なんですよ。ですから私はですね、これはもう和解ができたんだと、そういうふうに確信してですね、私も気分よく自宅で帰ったんです。ところがですね、誠に無念の極みですが、その方は翌日の日曜日、お亡くなりになったんですね。で、奥さんとですね、息子さんがですね、到着した後ですね、私は息子さんに前日の様子を聞いたんです。そしたら息子さんはですね、父は母に対してありがとう、感謝
しているという言葉を何度も何度も繰り返してましたというふうに言っておりました。このことがですね、実は2020年というか2年前の2月25日のですね、3日の風林火山のコラムとして載っておりまして、資料としてもお付けしてますので、またお時間のある時でもですね、お読みいただきたいと思います。実はですね、この日がですね、2012年の3月11日だったんですね。ですから私にとって3月11日という日はですね、2つの意味でですね、決して忘れられない日となっております。まあ、これをきっかけにですね、その脳科学、それから、心理学、哲学などなどいろんなですね、リサーチを私なりにしてみました。そしてですね、現時点でですけども、最善の方法というのを私自身が見つけたような気がするんですけども、それは一つがですね、私たち人類にはですね、時代を超えて、地域、文化、宗教を超えてですね、共通する原則があるということなんですね。例えばですね、誠実を書けばですね、失うとか、そう、他にもですね、こういったことがあるわけですね、など、まだまだたくさんあります。吉野彰先生がですね、ノーベル賞受賞が発表になった時にですね、記者会見しました。その時にですね、座右の銘はと聞かれてですね、実るほど神戸を垂れる稲穂かなとお答えになりましたね。私はっきり覚えてますけども、これはですね、謙虚ということですよね。で、 T さんはですね、奥さんに対する感謝の気持ちを忘れてたんですね。いや、本当は忘れてたんじゃなくてですね、持ってたかもしれませんけども、何かその変なですね、その、まあ、プライドがですね、邪魔をしてですね、自分の気持ちに正直になれなかったんですよ。しかしもう残り人生短いと、命短いということでですね、正直になってですね、その慣れて感謝の気持ちを伝えることができたというふうに私は解釈しています。夫婦になるとかですね、それから親子になるというのはもう約束したも同然ですよね。どんな約束かといったらですね、苦楽をですね、共にしてですね、そしてお互いにですね、尊敬し、愛情を示し、思いやりを示してですね、お互いの行動にですね、感謝をするという約束ですよね。これを違えるとですね、自分もだけじゃなくて相手のも不幸に陥れると、そういうことではなくと思います。実は私たちはですね、一対一の関係でですね、心の中にですね、その信頼残高というのを持っているんですね。私は妻に、妻は私に、私は子供に、子供は私に。で、もちろん私と皆さん方との間に一対一のですね、信頼残高があるんです。ただし、その夫婦だとかですね、親子というのはもともと親しい間柄ですよね。親しい間柄ですから、何もしないとですね、この残高というのは自動的に目減りするんですね。自動引き落としに合うんです。どんどん減っていくんですよ。ですから40年連れ添った夫婦あってもですね、旦那さんが何もですね、そのしないとですね、残高がどんどん減っていってですね、定年退職が来て退職金が入ったらですね、その時に離婚状を突きつけられるということだってありえないことはないということですよね。そのですね、だからですから、その毎回その積み立てをする、預け入れをする、この一つがですね、感謝なんですね。ところで皆さん方はですね、ありがとうという言葉を一日に何回ぐらいお使いでしょうか。私はですね、患者さん方に機会があるごとに40回以上使いなさいと言ってます。その数字がどこから来たか、感の鋭い方はですね、お分かりかもしれませんけど、ありがとうをですね、数字にするといくつになるでしょうかね。英語で言うと Thank you ですけどね、まあ、日本語で30、まあ、39としてですね、それを超えるということで1を足して40以上というのはそういう意味です。すいません、これご自身ですけど、私の話ここしか笑うとこないですからね、すいません。でも、どうこれ実はですね、このですね、原則がですね、どうして大事かというとですね、これ一つ一つの要素がですね、人格に直結するからなんですね。で、丸山敏夫先生はですね、品性という言葉をお使いになっていらっしゃいます、この本の中でですね。同様にですね、私はですね、私たちがですね、幸福な人生、それから、満ち足りた人生を歩むために、あるいはですね、道
刺された気持ちでですね、最後の、まあ、瞬間ですね、最後の人生最後の瞬間を迎えるためにもですね、共通の法則もあるだろうということで、これをですね、16にまとめました。でここに、9つありますね。でこの名前はですね、私が付けた名前もありますし、文献から引用したのもあります。で万国王の使用ではこうなってます。次は2枚目パネル、10から17、16で、全部で16ですね。で万国王の使用ではこうなってます。全部をですね、お話しできませんので、いくつかをご紹介しますとですね、まず1番目がですね、一刹那正念場、サマディの法則。これはですね、1日後日がぴったりです。先ほど、生じ一のという言葉をご紹介しまして、これは生まれ落ちた瞬間からですね、死を背負って生きているというふうに話をしましたけど、もっと正確にはですね、生かされている、生かしてもらっているという感覚なんですね。じゃあ生かしてくれている実態は何かというとですね、これが16番目のですね、自己超越性の法則につながります。で、死んだ少年はですね、4歳と9歳で親を亡くしてですね、みなし子になるんですね。で、仏門に入ることを決意してお寺へ行くわけですね。着いた時間が遅かったようでして、お嬢さんが、お名前忘れましたけど、お嬢さんが翌日徳田式やろうと言ったら、親鸞少年はですね、今日やってくださいって言ってですね、読んだ歌がですね、明日ありと思う心のあだ桜、夜に嵐の深ぬものかと、私の命明日あるかどうか分かりませんと、だから今日やってくださいという決意だったんですね。つまりこのですね、日日後日も同じですけど、明日がないかもしれない。だから常に今日をですね、人生最良の日とすべく、そういう覚悟で生きなさいということですよね。一節の少年版というのはあまりにも固い言葉ですからね。まあ、現在は瞬間をですね、精一杯楽しむというふうにもう言い換えることで できると思うんですけども、そういうふうに言うと皆さん方の中には何々三昧という言葉を連想した方もいらっしゃるかもしれません。読書三昧とか将棋三昧とか、この三昧という言葉はですね、サンスクリット語のサマディのこの音訳なんですね。で日本語はですね、その好きなことに没頭するという意味がありますけども、本来のサマディは違うんです。これは好き嫌い関係なくですね、なんであれ引き受けた以上はですね、それに全身全霊で持ってですね、没頭してですね、そして思考体験すると、そういう状態なんですね。シクセントミハイという心理学者がですね、フローという言葉を使って、その、状態、あるいはですね、スポーツ心理学でですね、ゾーンに入るという、そういう感覚な、そういう生き方ですね。で、この本来のですね、サマディの意味をとどめたですね、言葉が禅にはですね、残ってまして、湯気三昧というふうに呼ぶんだそうです。さて、第2番目ですね、農場の法則。これはですね、種をまいた作物のみ刈り取りが可能って書いてありますけども、これは農作物に限らないですね。なんであれですね、自分がですね、先行投資をしたものだけがですね、成果として得られるということですね。自分のですね、投資っていうのはですね、自分の労力であったり、時間であったりですね、エネルギーであったりですね、それからまあお金も投資するかもしれません。その結果ですね、いろんなことが得られるということですよね。これなくして、収穫はできませんよということですよね。それから成長の法則っていうのがありまして、これはですね、まあ、赤ん坊のですね、成長をですね、その思い出していただければですね、すぐにお分かりいただけると思います。赤ん坊はですね、首も座ってないわけです。最初はね、それが首が座るようになってですね、その流れ落ちるようになってハイハイしてですね、そして座って立って歩いて走るということですよね。歩けないのに走るっていうことは期待できません。だからこのステップを逆にはできないってことですね。しかもですね、立ち上がる段階で、あるいはその歩き始めよちよち歩きの段階でですね、何度も転んでるんです。転倒してる、これをですね、フィードバックしてですね、成長につなげてるというのが、これをつなげるっていうことが成長の法則なんですね。で、4番目のですね、セレンディピティの法則っていうのはですね、実は昨年の12月にですね、この場所でですね、甲府南臨時法人会のモーニングセミナーでお話をさせていただきました。その時のですね、レスメというか、その資料をですね、お付けしました。で、その日は、ズーム配信がありましたので、これをですね、YouTube にアップしてあります。で、一番下の方にですね、
QR コードがありますから、そこから入っていただけますので、もしお時間があればですね、ご視聴いただきたいと思います。このセレンディピティマインドセットの法則というのはですね、苦難複問がぴったりですね。さて5番目ですね、5番目がですね、思考信念の法則、これは神聖万事がぴったりです。思考や信念がですね、私たちの生命エネルギーの方向を決定するということなんですね。お釈迦様はですね、2500年前にですね、私たちは思考そのものであると、思考によって私たちは世界を作るというふうに語りました。そしてですね、ガンジーはですね、信念は思考となり、言葉となり、行動となり、習慣となり、価値となり、最終的に人生となるというふうに言っています。さてここでですね、全てのものは二度作られるという考え方をご紹介します。このですね、これはですね、私たちの身の回りにあるもの全てですね、二段階でできてくるんですね。例えば家の建築ですね、第一段階というのがですね、設計図を作るまでの段階です。第二段階がそれをもとにですね、形にする段階なんですね。でどんなにですね、この第一段階の設計図通りに忠実に作ろうともですね、設計図以上の家はできないんですよ、決して。家の最終的なクオリティというのはですね、設計図で決まってくるということですね。ですからいろんなその公共してのコンペも設計図で表されるわけですよね。ですから第一段階と第二段階、どちらが重要かというとですね、第一段階が重要だということになります。途中でですね、設計変更しますとですね、予算が2倍以上かかったり、それから工期が長くなるということを確保しなきゃいけませんね。これ実はですね、私たちの人生もですね、また同じで2段階でできるということですね。つまり最初にですね、自分がどう何を達成したいか、どんな人間になりたいかというセルフイメージを描くことですね。後でですね、第2段階の話をしますけども、第2段階でどんなに頑張っても第1段階以上の自分にはなれないんです。ですから第1段階がですね、やはり人生においても大事だということです。自分の設計図を描くということですね。ただし、ですからお子さん方はですね、自分の成長に合わせてですね、セルフイメージをどんどん高めていただきたいんですね。ただ高めるだけじゃなくてですね、それをですね、最終的には言語化するということが大事です。セルフイメージだけじゃなくて、それを言語化するということです。言語化することによってですね、達成率が9倍に上がるということをですね、ジェイソン・セレクという心理学者が語っています。さて次がですね、第2段階、これが自己実現、いわゆる自己実現の段階なんですけど、これはですね、ナポレオン・ヒルという人が本に詳しく書いてます。まずですね、セルフイメージに沿って、燃えるような目標、セルフイメージは言語化されてますけどもね、燃えるような目標を持って、そして強い信念を持ってですね、行動する。で行動の際にですね、ポイントはですね、Act as if を実践しろということです。つまりまだ達成していないにもかかわらず、あたかも達成したかのごとくに行動しようということです。でこのですね、メンタルリハーサル、これMR というメンタルリハーサルを何度も繰り返すということです。そうするとですね、脳科学的にですね、私たちの脳の中にですね、神経回路ができてしまうんですね。これはプライミングエフェクトと呼ばれる効果、つまりその呼び水効果となってですね、実現性を高めてくれるということです。ここでですね、どんなにですね、その綿密にですね、人生のロードマップを作ってもですね、その通りに行くということはほとんどないですよね。必ず何か障害、あるいはですね、その挫折だとかですね、予期せぬことが起こるわけですね。この予想外のことにですね、柔軟に対応するという心構えも必要ですよということですね。これが今日はお話できませんけども、セレンディピティマインドセットの法則、4番目の法則につながるということです。さて今ですね、メンタルリハーサルのことをですね、お子さん方の成長というふうにお話ししましたけど、これはですね、何にでも応用が効くんですね。例えばですね、リハビリテーションしていると、脳卒中になってですね、リハビリテーションすると、それで今は車椅子だけど歩きたいと、じゃあ実際にですね、その例えばお孫さんとですね、その談笑しながら歩いてる姿を自分でありありと想像できますか、イメージできますか、やってみてください。やれるんだったらですね、そこまでいける可能性が高いということです。ですからメンタルリハーサルというのは非常に重要なことということですね。実はですね、私たち日本人はですね、このメンタルリハーサルという言葉は別の言葉でですね、習慣的にやってました。それはですね、よしくとかですね、網の会長がいつも、いやさかいやさか、よしく、バイバイです。
んですね。代表例がですね、花、秋の、春のお花見、それから夏の盆踊りですね。この2つはですね、どちらもその年の秋の収穫のですね、前祝いのこの意味を側面があるわけですね。で、実はですね、秀でた人っていうのはですね、このメンタルリハーサルですとか、その予祝とかですね、前祝いがとてもお上手なんですよね。その典型的な例がですね、例えば長嶋茂雄さんですとかね、羽生結弦さんもそうなんですね。羽生結弦選手、羽生結弦選手はですね、ソチオリンピックに行く飛行機の中で涙を流してたと。なぜか。それはですね、ショートとですね、フリーで自分のベストパフォーマンスをしてですね、金メダルに輝いて、その金メダルをかけてもらった時にの感動のあまりですね、それを想像してて、イメージしてて、それで涙が出たということです。ですから、よろしく、前祝い、メンタルリハーサルをやってるということです。で、これがですね、実はですね、その次のですね、引き寄せの法則につながります。願望と期待、あるいはですね、メンタルリハーサル、予祝がですね、自分の望んでいること、夢をですね、あるいは幸運を呼び込むということですね。これ実は医学生物学的にはですね、エピジェネティクスというメカニズムで、遺伝子のですね、発現をですね、増強するということが分かっています。心理学的にはですね、ピグマリオン効果とかですね、ローゼンタール効果というふうに呼ばれる効果で、その作用を発揮します。あるいは、強視期待効果とも呼ばれます。強視期待効果と呼ばれるんですけど、実は、期待する方がですね、誰でもいいんですね。自分が自分にですね、期待するということも可能です。これで効果があるということですね。ゲーテはですね、人をその今のままで処遇するとですね、その人はその場までとどまると。その人をですね、将来達成可能な、あれ達成すべき状態によって処遇するとですね、その人はですね、将来達成可能、あるいは達成すべき状態まで成長するというふうにゲーテは言っています。ここにですね、下の方に望まないことを期待って書いてありますね。こんなことをやる人いるのと皆さん思うかもしれませんけど、私たちは意外とやってしまうんですね。というのはですね、例えば重要なプレゼンテーションがあるとかですね、なんかパフォーマンスしなきゃいけないという時にですね、緊張のあまり失敗したらどうしようとかですね、失敗するかもしれないというのがちょっとよぎると。そうするとですね、意外とというかもう案の定失敗するんですよ。これはですね、ネガティブなセルフピグマリオン効果が効いているということです。ですから何かやる以上はですね、自信を持って臨んでくださいということですね。さて、次にですね、供給の法則というのがですね、ありましてね、これはですね、まだ需要がないものとかサービスをですね、先に供給してやろうという考え方です。ただし、それはですね、自分自身でもですね、ワクワクするものじゃなきゃいけないんですね。人々をですね、驚かせるようなものじゃなきゃいけないんですね。あるいは人々に感動を与えるようなものじゃなきゃいけないということですね。経例はですね、例えばですね、エンターテインメントの業界ですね、映画とかですね、マジックとかですね、まあ、お笑い芸人もそうですよね。お笑い芸人は自分の芸風を先に売り込んでます。で、売り込んでてですね、それがですね、受け入れられればですね、ブレイクするんですけど、受け入れられないともうずっと下積みが続くということですね。例えばですね、その典型例って言ったのは、大村聡先生のイベルメクチンですとか、それから吉野明先生のリチウムイオン電池もですね、これだと思います。リチウムイオン電池はですね、開発してから3年間ほとんど売れなかったんだそうですね。あまりにも早くですね、市場に先行しすぎた、供給しすぎた、早かったかもしれません。ただその間にですね、携帯電話が普及し始めてですね、爆発的に需要が伸びたということですね。ピーター・ドラッガー氏はですね、顧客を想像しろと言ってますよね。顧客を想像する。同じパイをですね、取り合ってたんじゃ、もう、大手に負けちゃうわけですよ。そうじゃなくて、どんどん顧客を広げる。だから、そのパイを広げるということですよね。新たに開発する、開拓するということですね。そういう考え方ですね。さて、次がですね、自己超越性の法則という、私がそれをですね、一応考えてます。自己超越性の法則っていうのはですね、自己超越というのは実は3つ少なくともあると思っておりましてね、1つはですね、この自己超越というのはですね、5番目のですね、思考信念の法則での時に、自己実現の話をしましたけども、実は自己実現者はですね、自己実現を意識してい
できないんですね。つまりその一番のですね、そのサマディの法則ですね、一節の少年版サマディの法則で、その目の前のことにですね没頭してですね、全身全霊で一緒に我を忘れて、時間の経つのを忘れてやる、その副産物としてですね自己実現が達成されるわけですね。ですから自分を忘れてる、ですからそういう意味で自己超越ということです。もう一つはですね、二つ目の意味はですね、自分が例えば100の能力があるとしましょう。しかしこれがですね、あるきっかけっていうのはですね、大体自分のですね壁体験ですね、壁体験を乗り越えることによってですね、実は500も1000もですね自分の能力を超えてですね、潜在能力を発揮するという意味での自己超越ですね。これは4番目のですね、セレンディピティマインドセットの法則につながります。で、3番目のですね、この自己超越性の法則っていうのがですね、これは2週間前にですね、蓮見幸運もお話ししていましたけど、見えない世界の話なんですね。つまりこれは自己というか、表現はしてますけど、実はですね、人類を超越したものということですね。つまり、人類のですね、英知というか、それをはるかに超えたですね、何者かがですね、この宇宙を支配していると、そういうふうな考え方なんですね。で、私はですね、丸山敏夫先生もそういうことを書いてらっしゃいますね。宇宙大聖霊という。で、こういうことをですね、秀でた人というのは、そういう感覚をお持ちではないかと。ですね、例えばアインシュタインですね。アインシュタインはですね、相対性原理をですね発見しました。そしてその後、その1915年前後にですね、相対性理論としてですね、その論文として出したんですね。それが予想したのがですね、実は、そこで予想されたのがですね、重力波です。100年後の最近になってですね、重力波が検出されたというので話題になりました。重力波がですね検出されたとしても、私たちの人生生活何の影響もないんですよ。ところで私たちはですね、現にですね、これ毎日ですよ、ほぼ毎日相対性原理、相対性理論の恩恵を受けてます。例えば皆さん LINE でですね、お友達で会おうと言ってですね、遠くの友達がですね東京で集まると、で数百メートルの距離にいるけどまだ確認できてないという時に、自分の位置情報をですね、今どこって言ったら教えられますよね。それから車、カーナビですね、これ GPS です。 GPS はですね、地上2万キロをですね高速で回ってます。で、速いスピードで動く物体の中のですね時間はですね遅く進むんです。一方ですね、重力が弱いですから、2万キロですからね、微小重力ではですね時間は速く進むんですね。どちらもですね、100万分の数秒単位、つまりマイクロメートルの単位なんですけど、それをですね、補正して、アインシュタインのですね、その相対性理論に応じてですね、補正して、使っているのが GPS なんですね。ですから私たちは、車でナビで、カーナビ使ってたら、もう毎日ですね、その相対性理論の恩恵に預かっているんです。で、アインシュタインはですね、じゃあ相対性理論を自分は発見したと。では一体ですね、相対性理論をですね、創造したのは何者だというか、そういう疑問が生じたんですね。これはですね、ですからアインシュタイン自体自身はですね、何かこうサムシング・グレートとかそういう言葉を使ってませんけども、例えばですね、一人一人に与えられた魂は宇宙を動かしているのと同じスピリットによって動かされているとかですね、人生には二通りの生き方しかないと。一つはですね、奇跡はまるでないという生き方、もう一つは全てが奇跡だという生き方、こういうですね、哲学的なメッセージをですね、すごくたくさん残してるんですね。で、そういうですね、哲学、そういう、なんて言うんでしょうかね、自己超越性のですね、その存在をですね、感じてる方はですね、そこからですね、その自分がこの地球上にですね、ある使命を帯びて使わされてると、そういう感覚を持ちたまえかと思います。そういうふうにするとですね、そこから知恵がですね、いただけるんですよね。稲森和夫さんはですね、知恵の虎というふうに、ここに書いてるんですけど、多分同じ考え方じゃないかと思います。で、この自己超越性というのはですね、2つ方向があると思います。1つはですね、自分の外に、その自己超越の、ものじゃないんですけど、そのものをですね、追求するとですね、例えばサムシング・グレート、偉大なる存在というふうになるでしょうし、あるいはですね、宇宙の創造主とかですね、涅槃とかですね、
人生進撃の中で神という言葉を使ってますけど、しかし一つの言葉では表せられないというふうに書いてますね。それからもう一つの方向はですね、究極の自己を見つめるという方向ですね。これ究極の自己を見つめると人類に共通するんですね。これがですね、ハイアーセルフとかですね、ヨガでは神話と言ってます。これはみんな同じものではないかというふうに思っております。で、上のですね、上のですね、この欄はですね、まあ、要するに、まあ、精神世界というか、見えない世界ですね。で、一方ですね、その現代物理学、まあ最先端というか、その量子力学というのがありますよね。量子力学はですね、6種類のクォークを含むですね、17種類の素粒子から世界を説明するわけですね。この素粒子の17種の素粒子理論があるんですけど、そのですね、元になっているのがですね、実は超紐理論なんです。この紐がですね、振動、弦がですね、振動してですね、その振動のですね、周波数と、それからその、軸のですね、が違うので、そういう17種類の素粒子になって現れると、そういう考え方なんですね。で、実はこの超紐理論を生み出している母体がですね、ゼロポイントフィールドと呼ばれる、そのフィール、エネルギー場なんですね。これは純粋にですね、科学が予想している場なんです。で、私はですね、このですね、上のですね、ものと、このゼロポイントフィールドが同じじゃないかと、そういうふうに考えているということなんですね。ちょっと皆さんにとってはどういうふうに感じるか分かりませんけども、こういうその、精神世界のこととですね、見えない世界とですね、その物理学がですね、その、極めているところはですね、近いんじゃないかというふうに私は思っております。これはちょっと時間の関係でですね、これは丸山敏夫先生の話ですから、ここに万里幸福の書の中に書かれています。で、最後にですね、このハーバード精神発達研究っていうのをですね、ご紹介させていただきたいと思います。これはですね、1938年に始まった研究でして、人類最長の研究と言われております。で、1938年から当時10歳から19歳の、白人男性です。白人男性だけですけども、724人をですね、設定してですね、どんな人生をたどるかということをですね、いまだに観察研究が続いています。まだ終わったという報告はないんですね。で、100歳以上になってまだ何人かは生き残っている可能性があります。で、その中のですね、内訳ですけども、268人はですね、当時のハーバード大学の2年生でして、平均のですね、知能指数がなんと133ですからね、超エリートですよね。残りですね、456人はですね、ハーバード大学がある町ボストンですけど、そのボストンのですね、スラム街の家庭の子供たちで、こちらの平均の IQ はですね、94です。知能指数で約40の差がついていると、結構異質な集団なんですけども、その人たちをずっとですね、観察してましてね、この観察の目的はですね、この幸福度とですね、健康度をですね、決定する最大の要因を見つける研究だったんですね。研究なんですね。だったというか、なんです。で、2年ごとにアンケート調査、5年ごとにメディカルチェック、10年から15年ごとに、調査員がですね、家庭訪問してですね、そして、データを集めたということで、それで、その75年目のですね、75年目の中間報告が2016年ですから、6年前に発表されました。発表した人がこのロバート・ホルディンガーという人で、上の URL でですね、この先生の講演が聞けます。この方は現在のハーバード大学の教授、精神科の教授で、この研究の4代目の所長さんです。75年ですから、1人では見れませんね。で、分かったことはですね、学歴ではなかったということですね。もちろん知能指数でもないということですね。それから稼いだお金でもないということですね。それからですね、私たちは社会的な地位とか名誉を重んじますけども、それでもなかったということなんですね。失礼、これですね。で、実はこのですね、268人のハーバード大学生の中にですね、1960年代のアメリカ大統領になったですね、ジョン・F・ケネディも入ってました。でも1938年時点でですね、大統領になるんだって分かりませんからね、これたまたまなんですけど、しかしそういうものじゃなかったんですね。じゃあ何だったんでしょうか。これは実
じゃあですね、この724人というのはですね、全地球のですね、1000万分の1しかありません。人数としてはですね。しかしある程度の普遍性を持っていると。それはですね、私たち山梨県民がですね、男女ともですね、健康寿命日本一ですよね。それと関係してるんじゃないかと思ってましてね、それがですね、人間関係の親密度だということですね。無人に入るとですね、人間関係は親密度上がりますよね。私35年ぐらいここに住んでますけど、無人に誘われたことは一度もないですね。無人はですね、実は親密度をこの強める、これはあるんですけど、実は別の見方をするとですね、よそ者排除なんですよ。ですから、そのよそ者排除をしないで、なおかつ親密度を高めるようなですね、ことがですね、山梨から発信できればですね、これは世界がですね、魅力に、世界の魅力になると私は思っています。ぜひ考えていきたいと思います。ということでですね、人間関係がですね、親密なほどですね、その認知症、糖尿病とか肥満などの身体的な病気になりにくいだけでなくてですね、認知症にもなりにくかったと、そういうふうなことが分かりました。ということでですね、今日は、万人幸福のしおりとですね、重ねてですね、私の、10年以上のですね、リサーチをですね、皆さん方とシェアさせていただきました。ご清聴誠にありがとうございました。